まさかドイツで初戦とやれるなんて思ってもなかったっていうか、うん、なんかせっかくやるなら強いところでやりたいなっていうのもありましたし、うん、ブンデスでプレーしてたんで、うん、やっぱドイツでやりたいなみたいなのも思ってたんで、まあ、ドイツ強いですか？やれるイメージは自分の中ではあるんですけど、個人的にもその第2戦のコスタリカっていうのはすごいグループリーグを突破する上では大事な試合になると思ってて、うん、初戦のドイツ勝ったとしても負けたとしても引き分けたとしても、うん、そのコスタリカに勝つってことによって、うん、そのグループリーグっていうのが見えてくると思うんで、うん、もちろんドイツ勝ってコスタリカも勝てればもちろん一番理想な展開ですけど、うんうんうん、その2戦目の試合っていうのは個人的にすごく大事だなっていうのは思ってます。まあ、グループリーグ突破する自信はありますね、はい、うん、僕らはそれにどっちかというとこうチャレンジしてどれだけやれるのかっていうところだし、個人的にもそういうチャレンジをとにかくしたいなっていうふうに思うんで。